方です。オフィウカさん。ということで、あ、大丈夫です。はい、準備していただいて、まあ、顔出して遅刻したのか、会社に。さあ、それでは、おひがさん、一言いただきましょう。はい、こんにちは、ケビンさんは、うん、あのすごい強い人なんで、勝ちたいと思います。よろしくお願いします。感想文です。はい、ケビンさん、はい、どうでしょう。そうですね、あのクヤティの動画が記憶が新しい。皆さん、そのずっとね、最強線っていうずっと一緒の路線使ってて一緒に帰ってたんですけど、最近その僕が引っ越しちゃって違うとこ行ったんで、久々に会えて嬉しいです。頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。はい、行きましょう。ではお題は、お題の人はこちら。左のお題、最悪の日。右のお題、犬派、猫派。まあ、動物がね、2つありますから。そうですね、猫、鳥。左で。左の最悪の日。まあ、ちょっと気になりますね。お題はこちら。童話、鶴の恩返し。では、鶴が罠から助けてくれた人のために、自分の羽で綺麗な反物を作りましたが、童話、鶴の恩をあだで返し。では、こんなシーンがある。童話、鶴の恩をあだで返し。では、こんなシーンがある。3分間スタート。せっかく恩返し してくれたので、バナから助けてやったのに。そうですね。まあ、どういうふうな、またね、返すと。はい、おゆうかさん。おじいさんの手に、あの、鶴の頭の形のあざがある。何したんですか、ね、形頭で起用されて。残るくらいだから、相当だよ。横にそうですね。あ、おひゆかさん、おじいさんは鶴に殺されてしまいましたとさ、あだ返し、あだ返し。めでたし、めでたし、みたい。ケビンさん、コンコン、コンコン。はい、こんな時間に誰なら、ガラ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 、バーン、ブシャッ、まずい汁物ですね。急に家に入ってきて、トラウマになるよ。残り1分40秒。怖い映像。まさに、おゆかさん。あだだ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 。なんで？あだだだ。ケンシロウみたいな。あだだだみたいな。残り1分20秒。何が起きたのかちょっとよくわからない。殴られたと思った。はい、おゆかさん、おじいさんが箱を開けると中に穴と書かれた紙が入ってる。何なんだ、何してんの。残り1分くらい。具体的に知りたい穴を。あんな本当のような台湾だとこういうことね、こう相手の流れといいますかね、変わったりしますからね。おでゆかさん、オンよりも普通に。あったっけ。女性が動いてるシルエットの紙を置いて遠くの山に帰る。汚いな。さあ、ここで時間が来ました。じゃあ、ラストでしょうか。おゆかさん、あのおじいさんの家の挿絵。挿絵がありそう。挿絵が最初にやろう。
してよ。何の時間？上着切って自由ですね。さあ、それでは、お世話になった方に来ていきましょう。向かって左、警備員さんの横田だ。一応出せます。出せますか。わかりました。せーので、いきましょう。せーの、オフィユカス。そしたらオフィユカス。じゃあ、ユカさん、一言いただけますか。やったごめんなさいという気持ちがあります。いや、その大差で勝つとか大差で負けるとかはいいですけど、僅差で負けるとか。確かに、あれ、いい回答出してましたからね。しまいやすね。はい、ありがとうございます。